どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。今回もですね、久々に富士 Wi-Fi 雑談やっていきたいと思います。ということで、富士 Wi-Fi さんちょっとね、今日付変わりましたけど、今ね撮ってるのが2017年の8月の5日土曜日の夜中の1時過ぎに撮ってます。で、前日ね8月4日の金曜日に富士 Wi-Fi さんのところでまた新たな動きがありましてですね、まあ、ちょっと見ていきますね。なんか新しいルーターが追加されるってことで、今ちょっとこれ書いてありますけれども、ルーター機種 FS030W 追加につきましてってのがありますので、これちょっと見ていきます。8月4日ね、ルーター機種 FS030W 追加につきましてってことで、 4GLT いつも快適プランのルーターにつきまして、8月8日火曜日お申し込み分より以下機種が追加となります。でお届けのルーター機種につきましてはランダムとなります。機種の指定交換はできかねますのでご了承ください。でこの基本スペックがですね、重さ、サイズ重さか、これちょっとね 304ZT と比べてもしかしてちょっと重いのかな。で一応通信方式は 5GHz 帯も使えると。で通信速度もそこまでは遅くなさそうですね。であとね、なんかこの連続通信時間が LTE 通信時で約20時間って書いてあるんですけど、これもしかしてバッテリー容量めっちゃ多いのかな。これはもしかして iVideo さん の au ルーターの14時間を超える勢いの連続通信時間なのかなと。これちょっと使ってみたいですね。同時接続台数も15台、これもなんか多いような気がする。多分これ真四角な感じで見えるんだけど、もしかしたら結構大きめの筐体でバッテリーもたくさん容量積んでて、で、その分つながる電波の強度がもしかしたら他のルーターよりも強くて、だから同時接続台数も15台までいけるのかなとか、いろいろ考えますけどね。ちょっと実際に使ってみないと分かんないんでって感じですね。でこの FS030W ってやつを、まあ、ちょっとね検索してみたんですけども、まあおおむねそんなに悪くないような機種みたいですね。あんまり悪い噂はそこまではなさそうで、まあ良い噂もそんなに聞かないんですけども、出たばっかなのかなこの機種ね。もう一回富士 Wi-Fi さんのとこ戻りまして、でこれはですね 4GLT いつも快適プランのルーターにつきましてってことなんで、100GB のプランじゃないんで、それともう一個お届けのルーター機種につきましてはランダムとなりますってことなんで、このタイプが来るのか 304ZT が来るのか、まあ、はたまた 501HW が来るのかって選べないんでね、これがちょっとどうかなって思いますけども、この機種を決め打ちで借りてみたいんですけど、そういうことはできないってことですね。もう一個ありました、4GLTE いつも快適プランお申し込み再開につきましてってことで、8月8日正午から、もう一回お申し込み再開されるらしいですね。今ね昨日の夜の時点でも僕毎日富士 Wi-Fi さんのホームページチェックしてるんですけど、一応マイページから申し込みしようとしましたら、まあ 100GB プランも LTE いつも快適プランどちらともね注文殺到のため今受付できませんみたいなことを書いてあったんですけど、これが、申し込み再開されるらしいですね。8月8日の火曜日正午12時から、あと8月9日の水曜日の正午12時から再開されるらしいので、今ね、まあ、瀬戸康史さんが富士 Wi-Fi さん借りられてからなのか、その影響があるのかないのか分かんないですけど、そこら辺ぐらいから、まあ、富士 Wi-Fi さんと今話題の桜 Wi-Fi さんか、まあ、あと iVideo さんもどうか分かんないですけど、ちょっとねこの無制限系とか大容量系のルーターがですね、なんか売り切れ続出というか、注文数が多いのか在庫数が少ないのか結構ね売り切れてるんで、僕も頼みたかったのにとかっていう考えてらっしゃる方はまた狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、料金につきましてはですね、ちょっとね高いので4480円プラス税だから4800円、4900円ぐらいかな、5000近くですね。であと事務手数料が何で2000円かかると、であと安心サポート料もかかりますね。だいたい月に5000円ぐらいかかるんで、まあ、ちょっと高いんですけども、まあまあそれでもねそれに見合う使い勝手がありますので、何
なるほどね。この申し込みにと付随っていうか連動してさっきのよいしょ FS030W っていうのがね追加されたってことですね。ということで、今回はね久々に富士 Wi-Fi 雑談をやってみました。まあ最近ちょっとね売り切れだったり他の会社さんの新しいサービスが始まったりとして競争というか一時期この大容量系のルーターもちょっとまあネタが尽きてきてちょっと停滞気味かなと思ったんですけど、ここに来てまた新たな流れというか波に乗ってるのかなっていうふうに個人的に感じています。またまあ、その波にね乗られる方、まあ、僕いろいろ動画出してますんでもしよかったらね参考にしていただいて、また契約の検討にしていただければなと思いますので、はい、ということでねまた次動きがありましたらまた、富士 Wi-Fi 雑談してきますのでまたよろしくお願いします。はい、ということで、イケケンでした。ではまた。